ロバート・エドワード・グロスマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手。左投げ、両打。MLB のデトロイト・タイガース所属。2008年の MLB ドラフト6巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、8月14日に入団。ヒューストン・アストロズ時代2012年7月24日に、ワンデ・ロドリゲスとのトレードで、コルトン・ケイン。 ルディ・オーウェンスと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2013年4月24日のシアトル・マリナーズ戦でメジャーデビュー。1番、中堅守でスタメン起用され、5打数に安打1打点だった。63試合に出場して打率。268、4本塁打、21打点、オプス0.702という打撃成績をマークしたほか、 盗塁を持つ決めたが7回失敗した。2014年、左翼手及び右翼手を中心に103試合に出場。打率、233、6本塁打、37打点という打撃成績を残したほか、試合数を上回る105三振を喫するなど、ミート力が大幅に低下、2年目のジンクスとなった。しかし、前年に量産した、 投塁史を3つに抑えて9つの投塁を決め、総塁面では成長を見せた。2015年、メジャーデビュー以来ワーストの24試合出場に止まった。バットも締めり、打率。222も同様に自己ワーストの数値だった。ディフェンス面では左翼を17試合で守り、無失策、DRS-1 という内容だったほか、右翼も4試合で守った。 オフの11月19日に自由契約となった。2015年12月11日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年の開幕は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで迎え、5月16日に契約破棄条項を行使して自由契約となった。 2016年5月16日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。5月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ツインズでは左翼のレギュラーを当てがわれ99試合に出場。打撃面ではパワーと選球眼の良さを発揮して打率280.11本塁が37打点出塁率。 386という高成績を記録した。特に出塁率はチームトップの数値だった。他方、左翼の守備はレベルの低さを露呈し、8失策、守備率、940 DR、DRS-21 という不安定な成績を記録した。エラーはアメリカンリーグの左翼手でワーストだった。2017年は119試合に出場して打率。 246、9本塁打、45打点、3盗塁を記録した。2018年は129試合に出場して打率。273、5本塁打、48打点を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月15日に、オークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。 2020年オフの10月28日に FA となった。2021年1月5日にデトロイトタイガースと2年総額1000万ドルの契約を結んだ。オプションとして最大50万ドルの出来高が含まれる。ありがとうございます。